久保さん、今回のテーマはですね、あの、軽トラでマセラッティ行ってみたっていう、軽トラでマセラッティに行ってみたにしましょうか。これ280万回ぐらい回してて、このシリーズで初めて行くレクサスディーラーに軽トラで立ち寄ってみたらすごかった。178万回、軽トラでマセラッティは280万回ですね。<laughs> まあ何が言いたいのかっていうと、 ああこの軽トトララででアス,アストンンマーーーティィののディーラーに行ったらここれ100万回ですね、はい、このシリーズ結構この人撮ってますね軽トラでどこどこに行ってみたっていう <laughs> 軽トラフェラーリもあるんじゃないかなどうなんだ、はい、このあのフチャンネルっていう方なんですけどまあだからまあ久保さんが言う通りねあの何で行こうがお金あればあの買えるわけですよ どんまあ人を選ばないっていうねもちろん本当にその最上級のロールスロイスクラスになってくるとあのー、なんだあのー、審査があって、えー、っていう部分はありますけど大抵の部分、まあ、例えばそのディーラーがあるみたいなそこに何か店舗があるっていうところであるならば別に軽トラで行こうがボロボロの服で行こうが、うん 多分入れると思うんですよ。まあ、でもあまりにも、その、臭すぎて、もうボロボロで、もうその、パンツと T シャツボロボロだったら入れないすいません、お客様、みたいになるかもしれないですけども、ただね、すいません、お客様って言われた瞬間に、そのお客様がね、現金1000万ボンって出してね、すいません、これ買いたいんですけど、だったら、あっみたいになるかもしれないですよね。これ逆にそのリアクション見たいですよね。もうボロボロの T シャツで、軽トラで行って、ボロボロすね。ボロボロで。 あすみません、お客様。なね。なんか変な顔された瞬間に、あの、ビニール袋から1000万、あの、車買いに来たんですけど、みたいな。あみたいなね。その、それバズるかもしれないですね。ボロボロのね。そう。うん。だから大抵のものは本当にお金あれば買えるんで、あの、まあ、僕はお金の問題に関してのエトセトラを17年扱ってきて思うことが、 まあ本当に良かったなと思いますね。みんなそのお金の問題が一番重要でもあるにもかかわらず、お金を軽視する。お金の問題から、まあ逃げてはいないんだけども、真剣に向き合ってない。多分人生において一番真剣に向き合わないといけないのはお金の問題なんですよ。なぜならば全てにお金がかかるからです。僕はあのね、あのー、交通違反した。あーで、メンテ食らった時もお金かかるし、まあだ切符切られた。 中金で切符切られた人もいるでしょうけども、罰金、切符、お金払いますよね。うん。まあ、お医者さんに行ったらタダでしてくれないですし、まあ、全部ね、お金かかるわけですよ。だから、生まれた瞬間、まあ、まあ、昭和のね、僕が生まれた時は紙おむつではなかったですけども、あのー、なんだ、多分、ヤマト君の世代、もう、もう、久保さん、紙おむつですよね。 ななんか布のおむつじゃいいですよね洗ってっててうで紙おむつ代もなんか昔、その転売ヤーがあの日本のおむつがすごいってことで日本のおむつをめちゃめちゃ仕入れて海外に中国で売るみたいなねあってなんか1人1個みたいなねあなんか一時期あったんですけどどうですかね紙おむつも金かかる <laughs> そう、まあ、昭和の生まれの人はねあの紙おむつじゃなくて あの布をおむつかもしれないですよね毎回手,手,で手洗いしてねそううんで母乳が出なかった場合はそのあれですよね粉ミルク粉ミルクもお金かかるわけじゃないですか <laughs> まあだから本当ねき生きるっていうことはまあ金が必要ですからねうん逆に言うとお金に関してはちゃんと勉強して向き合って稼げるスキルがつけば問題を解決できるわけですよだけど どれだけやってもね、自分で自分を手術するってことはできないですよ。多分そのブラック・ジャックも自分が病気になった時に自分のゴッドハンドがあるとするじゃないですか。自分のゴッドハンドで自分で手術するのは無理ですよね。だからブラック・ジャックがもし病気になった場合は誰かにお願いしないといけないですよね。そう。だからまあ、お金を稼ぐっていうのは大事なことですし、お金と向き合うっていうことは大事だし、 であとはほとんどの問題っていうのはお金があればある程度解決できるってことですねもちろん一部はお金では買えない部分はありますけれどもほとんどがお金で買えるっていう事実もあってじゃあどっちの割合の上との方が大きいのかっていうと多分お金で買える問題お金で買えるものの方が大きいです本当にお金で買えないものは一部しかないほんの一部しかないともう大多数9090% 90以上はねもうお金でほぼ解決できるっていう だってそうじゃないですか。あの、裁判もお金じゃないですか。あれ何、何、何争ってんのかっていうと、損害賠償とかね。お金を争ってますよね。どうすか。まあ、お金じゃない部分ももちろんありますよ。お金じゃない部分ももちろんるんだけど、最終的にじゃあ判決出て何が出るのかっていうと、あの、損害賠償みたいなね。賠償金ですよね。<laughs> 言いってらっしゃい。